全ての力を合わせましょう。マリノスファミリーが一つになって力強く進んでいきましょう。
Firstly, thank you to everyone for waiting around to see us off our last game. まず最初に本当に今日も多くの方々に来ていただき本当にありがとうございました。Focus is really turned to our preparation for next week's game. もっとたくさんね、しゃべりたいことはあるんですが、まだシーズンが終わったわけではないです。あと1試合残っているので、そこにね、まず集中をして準備していきたいなと思います。
ホーム、アウェーに関わらず本当にたくさん足を運んでいただき素晴らしいサポートをしていただきました。僕らの気持ちとしては本当に応援してもらったとかもうそんなレベルではなくて、シーズンの中では悔しい苦しい思いをさせてしまったこともあったかもしれないけど、皆さんの姿勢は僕らに十分伝わっていたし、どんな時も一緒に戦ってくれている、そんな感覚でした。最後みんなでタイトルを取り切ることで皆さんを正真正銘の日本一にしたいと思ってます。あと1試合タイトルをかけて戦います。本当に魂こもった試合にしたいし、ここまで全員で頑張ってきて信じてきて、最後恐れるものは何もないと思っています。最後1試合皆さんの力を貸してほしいし、僕らも最高の準備を1週間していきます。マリノスファミリーのみんなが力を合わせればどんなパワーが生まれるか、それは僕らが一番分かっているはずです。だからあえて言うけど、本当に力を貸してほしいし、最後まで一緒に戦ってほしいです。そしてみんなで最後魂こもった試合をして必ずタイトルを取りましょう。最終戦、そして来シーズン2023年シーズンも横浜 F ・マリノスへの熱い応援をよろしくお願いいたします。ただいまより選手スタッフが感謝の気持ちを込め場内を一周します。なおスタンド前方へのご移動は大変危険です。ご遠慮ください。フロンターレが勝っても